スト8からはまず先行の MC から客席に向かってシャウトをいただいてます。先行ユーディ。ベスト8ラスト盛り上がっていけるやつどんだけいますか。対してレン頑張ります。さあ頑張っていきましょう。スコールビーツ聞かせてください。DJ サーベイスト8からもっとグッと面白くなりそうです。行きましょう。先行が UD、 後攻がレン、ビートはスコールビーツ、レディーファイト。 yeah, yeah.俺たちじゃないとこのラップは始まらない。これ終わったらさマリファナのパーティーでも楽しめればいいと思ってるし、だから俺はちゃんとさエンジン積んだまんまやっていくだけだ。俺なら運命狙うぜエンジンみたいに、あんたの心の奥側まで俺なら飛ばそうか。アローローからまたハイまで俺やっぱり這い上がってこうかな。まだまだまだやっていこうかな。俺たち二人のセッション楽しんでいけよ。これセッションなしやっぱりラブアンペッション。 Let's go。 楽しんだもん勝ち、この時間分かってる。分かってなかった頃の自分に言える。俺なんどんな大人になりたかった、わかんねえな。でも今娘生まれてラッパーパッパになったから、セガンじゃまた吸って THC マストになったカフェイン、どこ行っても変わらねえプレイ、あいつらとまた燃えプレイ。俺ペイするため計画ラバー、俺らはいつでもステッパーレベルランバカじゃねえ、モノマネ気取りじゃ終わりだってファッケンシェ。俺たちヤバめでいるに、あんたは赤目で育児してるかもしれんけど、俺ならイルマティック、ここにイルマティエイエー。朝早から二人で盛り上げようぜ。俺たちなら玉とかいらない、道端ジェシカみたいなもんではないから。 Yeah 俺たちならブリブリマーシーマーシー決まって赤目で、俺ならまたオンパーシーみたいな感じ。 Yeah yeah 二人盛り上がりだけどガリガリなっておめでとう、やっぱできた大事でどう。大事なもんができたんだ家族っていうやつがな、血の継がれない血の繋がりなんてないけど、お前らも家族さ。母ちゃんどっかに行った、親父はしゃぶった、ああ俺は何やったって心の声出すラッパー。 OK どこに行ったって変わらん、諫早マイフレン遊んでいく。好きな街にまたまったりしったり、ランチになったりマンチでハイチーズ、カメラにピース。 OK また天井上げて後輩なる今。ナイスバトルというかナイスセッションというか、とにかく良かったですが決着はつけましょう。いきます。先行 UD、 後攻レン。難しい、ちょっと全員ちょっともっとグッと、ごめんなさいね、前の方に全体的に詰めていただいていいですか。全体的に詰めていただいて、もう一回聞かせてください。先行 UD、 後攻レン。最後ちょっと手をストップしてもらえますか。先行 UD、 後攻レン。手の数がややレンかなと思いました。ですが先生方のジャッジもあります。聞かせてください。ジャッジ、青赤青赤赤、3対2勝者後攻レン。